これは結界だな。まずはこれを外さねばならんな。どうやって？それは五風結界だ。え？遅かったな、カカシ。いやいや、途中めんどくさいのに絡まれちゃって。ナルト君、サクラさん。おっ、皆さん、一足早かったんですね。さて、早速で悪いが、カカシよ、この結界はどうすれば外れる？この五風結界は、近辺に金と書かれた札を五箇所に貼り付けて結界を作ってるのよ。だから、目の前の札と他の4箇所にある札、その全てを剥がさなければ結界は外れない。なるほど、ならば。見つけた。よし、札は俺たちに任せろ。すぐに解除してきてやる。あ、頼む。よし、外反青春フルパワーで行くぞ。俺たちはガイたちから連絡があるまでこの場で待機だ。目の前まで来たってのに。カカシよ、なぜあの小僧はタサトのガーラをあそこまで助けようとする？あいつも人中力です。それも九尾を封印された。確かにナルトにとって砂隠れ自体には大した思い入れはないでしょう。しかしガーラ君はあいつと同じ人中力です。砂隠れにいるどんなものよりもナルトは彼の気持ちが分かってしまう。どの里においても人中力を見る目は冷たいものですからね。だからこそ助けずにはいられないんですよ。ナルトにとってガーラ君は同じ痛みを知る仲間ですから。仲間か。かつてガーラに術を使って資格を憑依させたのは、それは砂隠れを守るため、里のためを思ってのことじゃったが、結果として逆に里を苦しめ、他里の者にも迷惑をかけることになるとは。今思えばわしのしたことは間違いばかりだったのかもしれん。いえ、まだまだこれからですよ。間違いを犯したのであればまた正せばいいだけです。千代婆様は十分お若いですしね。そうじゃな、老いぼれのわしにもまだできることがあるかもしれんの。まだできることが。この先に札があるはずだ。二組に分かれたのはいいけど、あの二人を組ませて大丈夫かな？問題ないだろう。ああ見えてやるときはやるやつらだ。そうよね。今は俺たちのやるべきことをやるぞ。時間は限られている。オッケー。
あと1枚あるはずだ。急ぐぞ、テンテン。これで終わりね。いや、そう簡単にはいかないようだ。気をつけろ、テンテン。何これ？どうやら暁の仕掛けたトラップのようだな。そう簡単に結界を解かせる気はないらしい。にしても、まさか私たちの偽物が出てくるなんてね。どうした？おじけづいたか？冗談。本物と偽物の違いってやつをしっかり教えてやるわ。ネジ、援護して。ここは私が行く。いいだろう。さあ、始めるわよ。あとはリーたちの方もうまくいけば結界が解けるわけね。ああ、頑張ってよね、二人とも。この辺りにネジが言っていた札があるはずです。よし、猛烈ダッシュだ、リー。押す。まずは1枚です。次行くぞ。これで終わりですね。うん。どうしました、ガイ先生？予想通りだ。暁め、トラップを仕掛けていたようだな。これは。なるほど、
札が外されてもトラップが発動し敵の侵入を阻むというわけか。まさか僕たちの偽物が出てくるとは。なんと燃える展開なのでしょう。まさか自分自身と戦えるだなんて。ガイ先生、ここは僕に任せてください。必ずや勝利を手にしてみせます。なんと素晴らしい気迫なんだ。もはやこの俺にお前は止められん。いいだろう、俺は援護役に回る。その分思いっきり戦うがいいぞ、リオ。おっす、ありがとうございます。さあ、お前の魂の炎を見せてくれ。いきますよ。バトルだったぞ。おっす。しかしネジたちの方は大丈夫でしょうか。おそらく同じトラップが。いや、この程度ならば問題あるまい。なんせ我が外班の一員なのだからな。確かに。さて、あとはカカシに連絡を入れねばな。たった今、ガイたちから札を剥がすことに成功したと連絡が入った。それじゃあ、俺たちも行動開始だ。まずはこの岩を壊す。頼むぞ、さくら。さて、みんな、準備はいいな。はい。ガーラ、今行くからな。
し、行くぞ。ああ、やってやる。さて、どいつが人中力かな。ん？イタチのやつが言ってたことは当たんのか。もう少しで木の葉の連中は到着する。サソリ、デイタラ、二人でやつらを始末しておけ。ただし、人中力は生け捕りにしろ。イタチ、キュービの人中力はどんな野郎だ。一番最初に大声で怒鳴ってくるやつがそうだ。ん？なんだそりゃ。もっと具体的な特徴はねえのか。ん？ったく、もう少しまともな特徴はなかったのかよ。ガーラ、メーラ、てめえらぶっ飛ばす。あいつか、なかなか面白そうなやつじゃねえか。旦那、これ言ったら多分怒るだろうけどよ、あの人中力はオイラがやる。おい、ノルマは一人一匹だろうが、図に乗るなよ、デイダラ。芸術家ってのは、より強い刺激を求めねえと、感情が鈍っちまうもんなんすよ、旦那。キュービの人中力は、なかなかに強いって噂だしな。ってわけで、風影はオイラが預かるぜ。ナルト、チッ、やっぱり止まらないか。ナルトと俺は外のやつをやる。サクラと千代婆様は中のやつを頼む。分かった。奴らの面倒を見なきゃならねえんだ。久方ぶりの対面だというに、随分な言い方じゃな。とうに引退した身のあんたが、この俺にかなうと本気で思っているのか。何事もやってみなければ、その答えはわからぬ。減らず口よ。減らず口かどうか試してみるか。安い挑発だ。だがいいだろう。あえて乗ってやる。ヒルコを脱ぎ捨てたか。ヒルコ。今までのあやつはヒルコという区別を身にまとっておったのじゃ。じゃあ、それを脱ぎ捨てたってことは。あやつめ、一気に型をつける気じゃ。ヒルコも気に入っていたんだろう。あんたとやるには、こっちの姿の方がいいだろう。なあ、千代婆様よ。あれが本当の姿。この姿を見せた以上、お前たちはもう終わりだ。はん、
お前が重ねてきた罪は身内であるわしと、そしてこの二人で清算してくれる。ああ、それか。そうじゃ、お前が作った最初の傀儡、父と母じゃ。今さらそんなのでどうするつもりだ。手の内はバレバレだぜ。くだらねえ。さっきも言ったがな、それはやってみなければわからぬ。これ以上話をしても無駄だな。さっ、気をつけろ、さくら。あやつの恐ろしさはクズだけではない。仕込みに染み込ませてある毒にも注意しろ。少しでも体内に入ればそれこそ命取りじゃぞ。はい。絶望をくれてやる。このとっておきでな。あれをばらされるとはな。じゃあ仕方ねえ。久方ぶりだ、自分を使うのはな。地獄の始まりだ。百鬼の総炎、解くと見せてやる。燃やしてやる。はあ、
そんなものか。大切な人を守るため、負けられない。よし、終わったな。やりましたね、千代婆様。ああ、どうした、さくら。ようやく毒が回ったか。うわっ、やっぱり核に己を閉じ込めておったか。どんなに小さな傷でも、そこに俺の毒が入り込めば終わりだ。うわ、苦しそうだな。おい、そのままにしておいても近いうちに朽ち果てるが、俺は優しいんでな、今すぐその苦しみから解放してやる。くっ、終わりだ。まさかな。最後に気を抜いたの、サソリ。カラクリの体はどんな攻撃にも耐えうる。じゃが核を攻撃されては、さすがのお前でもどうにもなるまい。俺の毒がすでに全身を巡っている。
もうそいつは助からない。くっ、我慢しろ、すぐに終わる。無駄なことを。今さら医療忍術を使っても遅いぜ。今やっておるのは医療忍術ではない。己の生命エネルギーをそのまま分け与える転生忍術じゃ。転生忍術だと？そもそもこれは親を亡くし親を傀儡とすることで寂しさを紛らわしていた。お前のために編み出した術。何？この術を使えば傀儡にすら命を吹き込むことができる。大丈夫か、さくら。はい。もう少しだったんだがな、しぶとく残りやがったか。大したガキだ。しかし参ったな。これからオロチマルのやつを始末するはずだったんだが、予定が狂っちまった。あんた、オロチマルとつながりが。うん？あいつはどこにいるの？なんだお前、オロチマルのことを知っているのか？答えて、あいつはどこに？まあいいだろう。俺を倒した褒美だ。もしオロチマルに会いたいのなら、草隠れにある天地教に行け。天地教？オロチマルの部下に俺のスパイがいる。そこでそいつと落ち合うことになってる。あとはお前ら死だ。転生忍術か。くだらねえことを。くだらねえ。本当に。さすが暁だな、手強い。ガーラを返せ。変わった人中力だな、お前。人中力はネクラで人嫌いだと聞いたが、それにこのガーラというやつも珍しい。ここまで人に思われていた人中力はいなかった。かわいそうな嫌われ者同士、ほっとけなかったな。ガーラは一尾を抜いたから死んだ。お前もじきにそうなるんだよ。俺、てめえらは潰してやる。
闘開始。やり合ってる間に奪われちまったか。さすがに人中力2匹目ってのは虫が良すぎたか。粘土もチャクラももう足りねえ。ここまでだな。お前を逃がすのは惜しいが、今回はここまでだ、うん、逃がすかよ。じゃあな。クソ、いねえ。逃げたか。チクショー。ナルト、あいつの件はまた今度だ。今はサクラたちの合流を優先するぞ。この場はなんとかなったな。なんでガーラが、ガーラばっかりがこんなんで死んだんじゃ。風影だぞ。風影になったばっかじゃねえか。少し落ち着け、渦巻きナルト。うるせえ。お前ら砂の忍びがガーラの中に化け物なんか入れなきゃこんなことにはならなかったんだ。お前らガーラが何を思ってたか少しは聞いたことあんのか。何が人中力だ。偉そうにそんな言葉作って呼んでんじゃねえ。サスケも助けらんねえ、ガーラも助けらんねえ。3年も必死に修行して、3年前と何も変わっちゃいねえじゃねえか。千代婆様、その術は。なんだ、何してんだってばよ。ガーラ君、生き返らせる。生き返らせるって、そんなこと本当にできんのか。転生忍術であれば。でもあれは自分の生命エネルギーを分け与えるもの。千代婆様は自分の命を懸けて
のチャクラ使ってくれってばよ。それってできるか、ばあちゃん。お前ガラ君はあいつと同じ人中力です。砂隠れにいるどんなものよりもナルトは彼の気持ちが分かってしまう。わしの手の上にお前の手を重ねろ。くだらぬ年寄りどもが作ったこの忍びの世界に、お前かつてわしのしてきたことは間違いばかりじゃった。しかし最後の最後になって正しいことがやっとできそうじゃ。砂と木の葉、これからの未来はわしらの時とは違ったものになろう。お前ならばこの忍びの世を大きく変えることができるとわしは信じておる。ナルトよ、わしからの最後のお願いじゃ。え？お前はガーラの痛みを知ってやることができる唯一の存在じゃ。ガーラもお前の痛みを知っておる。ガーラを助けてやってく。ガーラ、ガーラ。誰だ、誰を呼んでいる。ガーラ、この声、俺が知っている声。ガーラ、知っている、この声。そうだ、ガーラ、これはあいつの。ナルト、世話駆け上がって。なぜお前がここに。俺だけじゃねえ。これはお前を助けるためにみんな走ってたんだってばよ。俺はばあちゃんがすごい医療忍術でお前を生き返らせてくれたんだ。今は疲れて寝ちゃったけど、里に帰ればまた元気に。違う。ね、違うって何が。医療忍術なんかじゃない、転生忍術。千代婆様は死んだの。
どういうことだってばよ。聞いたことがある。自分の命と引き換えに死んだ者すら生き返らせる術が砂隠れで開発されたってな。じゃあばあちゃんは？ナルト、千代婆様はお前とガーラに未来を託した。忍びらしい立派な最後だ。うん、三代目のじいちゃんと同じだ。そうだな。ばあちゃんの思い、今ならはっきりわかるってばよ。みな、千代婆様に祈りよ。じゃあな。おい、普通ならここで握手とかして別れんだろうけど、俺ってばそういうの苦手だからな。このまま